皆さんこんにちは。今回は私原田拓が進行役を務めさせていただきたいと思っております。今回のゲストは当番組で 大人気の薮選手です。よろしくお願いします。ガマダセロワッスで、はい、お前人見知りキャラでだいぶ人気あるみたいで、そのこと知ってた？知るわけないですよね。いやさ、はい、正直お前人見知りキャラって俺もちょっと思っとる部分があって、はい、ロワッス来た時もなんか2ヶ月ぐらい誰とも喋れなかったじゃん。たくさん2ヶ月は早い方っすよ。そうだよね、はい、大体半年がかかるんで、多分俺が20代でここ来てたらもっとひどかった。やばい、はい、誰とも喋れんで今頃じゃないですか、マジで。4、5年で。そうだよね。それでは今回取り上げるゲームは11月11日大宮アルティージャス、あ、水前寺って言わなきゃいけないですね。10月じゃない11月。それでは今回取り上げるゲームは10月11日水前寺で行われました大宮アルティージャ戦の試合を、何ですかね、試合です、試合。それでは今回取り上げるゲームは10月11日、いやもうやばいっすこれ。それでは今回取り上げるゲームは結構簡単ですよ、多分簡単ですよ、多分。それでは今回取り上げるゲームは10月11日に行う水前寺で行われた大宮アルディージャ戦です。で、どうでしょう。いや、ギリギリでした、ね、ちょっとアウトだったでしょ。正直よかった。60点65点ぐらい。いやー、だろ。試合前どうだったの、まあ、首位大宮っていう中でチームの雰囲気的にやっぱこうビビってたとかさ。それはやっぱ首位っていうのはモチベーション上がる一つの理由ですか、ね、そこはもうやっぱ注目度も高いし、ね、チーム的にはそれで、お前は役的に、俺的には超ビビってました。なんで、あの左サイドの、いや、そうです、もうやっぱどう見ても家長、ムルジャ、うん、ね、泉さんはキーマンだったじゃないですか、うん、そうだね。で、ここをやっぱ自由にさせたら俺はもうこの試合ダメだなと思ってたんで、まあ、もう悪いイメージしか湧かなかったです。ここからは私が選んだピックアップシーンです。まずは前半22分のこのシーン。これユートと俺の位置が変わってるんですよ。ユートが外行って、俺が中で、お前が中入ってるやつ、ね、したらその景色がボランチの絵になった。わかる、わかります、わかる。俺が一番得意な形で、あ、なるほどね。これはもう俺はもう締め締めと思って出した感じですよね。まあちょっと今季、まあ、本来はこうボランチとかでやってたのを自分もよく知ってるから、まあ、右サイドバックで出ることが多くて、正直こう気持ちの中ではどうなの。数年前だったら絶対やってないし、うん、なるほどね、話すら聞かなかったと思うんですけど、うんうん、やっぱこの年になると試合に出たいし、あ、いや、まあ、成長もできるかなと思って。そうだね、まあ、倉さんがやっぱああいうすごいじゃないですか、どこでもやったりみたいな。確かに、それでやってんのに。確かにね、俺なんかさ、まだ倉さんが若造みたいな、そんなやつがぐだぐだ言ってらんないんで。倉さんとんでもないからね、いろんなとこやってて、で文句言わずに、いや本当、ね、試合で一番頑張ってる感じなんで。いや、そう、俺はもうショートとかにも言うんですけど、代表選手とかも見るのもいいけど、俺は倉さんとか見るのも大事だと思うよとは言うんですよ。確かに。それでは後半のピックアップシーン、まずは2分の2点目のシーン。この周平がここマジこっち出してくれたのが大きいでかいです。ユートのあのタイミングももうバッチリだったね。あれ左利きしかできない、できないやつね。でまたこの清武もすごいね。ちょっと止められないですね。今はすごいね、はい、あの決め方はすごい。いや俺正直、俺お前だったらあそこ上げても面白いかなと思ったの。いや俺も最初そう入ったんですよ、上げようと思って、うん、で入ったんですけど和田でした、左になって、もう多分あいつも上げると思ってるんですよ、うん、そこまで見えてたから。なるほどね、これ言うと言ったら面白いんじゃないかなと。しかも平重とかの動き直しともまたいいよね。そうですね、やっぱ前が今連動して動くじゃないですか、ね、止まんないで。そうだね、それが本当こういう結果よね、うん、そうですね、多分。いや、後半17分、あのスーパーゴール3点目、そうですね、シーン、じゃあちょっと今日一のやつ、はい、行きましょうか。
俺はユウトは合わせてくれると思ってたんですよ、うん、で俺マークついてるやつが、うん、めちゃそのキョロキョロするタイプだったんですよ。あ、なるほどね。ボール見たりみたいな、うん、でよし次ボール見た時に走ってやろうと思って走ったら、うん、もうバッチリ、もうバッチリ置いて、ね、置いてけて、いやでもどっかのスーエースストライカー全盛期のドログバカっていうぐらいもう飛んでますから、ね、やばいよね。何これ、これはマジ気持ちよ。いやこれすごいよ。でもセットプレー崩し、うん、時間帯完璧だね。完璧じゃないですか。そうだね、本当にこの試合はどっちが1位か分かんないような感じだった。この試合だけ見ればマジです。マジやばいよ、ね。まあ、今シーズン特に思うのが、昨シーズンまでやってたポジションじゃないポジションでこう出てる選手が多いじゃん、うん、その辺はどう感じてる？まずそうコンバートさせなきゃいけない状況になっちゃったことは反省しなきゃいけないんですか？あ、なるほどね。まあ、そういう風に、はい、当初のポジションでいけるのがやっぱその最初のベストの状態だと思ってやってるわけなんで、でもそれやっぱそこは反省して、でももうそこまで一回こうやっぱ最下位とか行っちゃってると、うん、やるしかないじゃないですか。もう本当に言い訳、まあういうね、何言ったって言い訳にしか聞こえないんで。でも本当そこからもうチームは上がっていったんでね、そういう中でやっぱりみんな成長してそういう風になったと思うし、本当なんか今も成長しながら勝ててる、ね、いやもう最後の、ね、結果が出ていいのかもしれない、うん、でそのヤブはその中でだから 今後は、まあ、チームとしては俺はもうこの時期は内容より結果だと思ってるんで。ああそうだね。ね、まあ、もうしかも状況も状況なんで負けられないんで、うん、もう勝ち続けるっていうのが、うん、まあ、課題というか、うん、使命に近いですかね、うん、やんないけど、それやんないともうやっぱ目標達成できないんで、うん、そうだね、うん、それでは今後の試合も頑張ってください。頑張ります。